QR コードは何やろ。なるほど、聞いとったら。さあ、無事着きましたね、長島駅ってことでですね、紀伊長島から無事長島までやってくことができました。8時半ぐらいだっけ着いたのが。で、今が11ちょうど1時ジャストぐらいか、1時過ぎですね。ということで、まあまあ、やっぱ乗り換えしてってなるんで、まあ特急も使ってないしね、そのあたりちょっと時間をかかってるかなというところですけど、着きましたね。まあ、こっちは本当に長島スーパーランドに近いところなんですけど、道中でねちらっと言ってたと思いますけど、実際に長島スーパーランドとかに公共機関で行くんだったら、こっちよりはあっちですね、なんだったっけ、桑名駅でね降りて、そこからこう、バスを使ったりしてもらった方がいいのかなという感じですね。駅は1面2線で、でね、もう目の前、そこが近鉄の駅なんですね。ですから、まあ、駅から散歩しようかなと思いましたけど、もう本当にそこ渡るだけなんでね、駅から散歩と呼ぶにはさすがにこれね、もうまくなりすぎるんでね、あれかなということですね。で、ここは特に名所案内とかはないみたいですね。あるかなと思ったけど、ないですね。よし、じゃあ実際に置いていきましょう。まあね、トイカ使っとる場合はね、これでピッとしたらいいんですけど、まあ、今回はね、おう、レシーか。今回は、普通にね、そのまま置いていきますよ、という形ですね。言うと、こんだけ、なんか線路と近いところ、ゼログラウンドで見れるところもなかなかないですね。この距離で、この、線路が見てるのも珍しいですよね。めっちゃ近くまで思いよった。これもうサビの具合まで全部見えるね、見えるね。需要あるかわかりませんけどね。よっしゃ、あんなもあるんですね。よし、さあ長島駅の駅名称だけ取っとかんと、サムネイル使わなきませんからね。サムネイルどこや、あったえ、さあ無事着きましたよと。ということでね、動画的にはこれで一回閉めるのかな。次のやつはちょっと散歩で行くかな。ちょっと時間もあるしね、せっかくない、ちょっと長島の駅前を見て、それからね、ちょっと次の目的地までも移動してみようかなと思いますよと。よいしょ、目的地は、まあ、時間もね、まだ1時なんでね、まだちょっと余裕ありますからね。1977年にできたってことなのかな。よいしょ、よいしょ、一応駅間散歩って出しておこうかな。ショートですね。で、ここ歩きやったらここショートカットできますからね。半分以下にできるね、強いね。
ほな、うん、名古屋方面が13時16分に準急来るか。410円だな。あと30分待ったらね、来ますから。ちなみにここかな。なんでわざわざ東岡崎って書いてあるんだ。帰るんだね。に名古屋方面の電車が、JR のも来るんで、それに乗ったらいいかなということですね。まあ次回予告的なことをねちらっと言っとくと、ここからねちょっとね竹戸予選でこの前知多半田の方行ったじゃないですか。知多半田を名鉄の駅か JR の半田駅の方かね、半田の方行った時にちょっとね気になったね駅があったんでね、道中、動画では撮ってなかったんですけどね、ちょっと気になるところがあったんで、ちょっとそっちの方にせっかくやからね、青空フリーバス竹蔵予選もね全部乗れるんで、じゃあついでにちょっとそっちの方も行こうかな。そうしたらね、時間になるかなということでね、その駅だけね単体で行くのはねさすがにシャバいなということでね、どうしようかなと思ってたんですけど、あだったらこの紀伊長島から行ってね帰ってくるのとバーターにしてしまえば時間的にもちょうどいいなという計画でございます。近鉄長島長島駅の分野で、その道ずっと行ったらあれかな、1号線やけど、まあそこまで商業施設がわーっとあるわけでもないんでね、よいしょ、まあこんなところですよっていうぐらいかな。パーキングも300円やっぱ安いですね。300円やったら気軽に止めれません、パークアンドライドするのに。まあ、じゃあこの長島ね、先のところは堤防で絶対混みますからね、桑名に出るのにも名古屋に出るのにもね、やっと名古屋の方に出るのも混みますんで、やったらね特に名古屋方面行くんやったら電車の方のが案外便利っちゃ便利ですもんね。これも長島っていうのもあるかな、下を向いて歩こう。そうですね、多分確かカタカナの名をこうもじったマークだったんですよね。これクワナのマークじゃなかった、クワナかわかんねえや。あ、ちなみに裏技的なことを言うと、多分こっから近鉄で一回クワナ駅に出て、クワナからあ、ヤトミか、ヤトミに出てヤトミから急行に乗って行ってしまうか、それか桑名まで出て桑名から快速ね、 JR の快速に乗るか、した方のがハイエース早いっすね。なんですけど、まあそこまでするね、あれでもないから、時間もそんなねカツカツじゃないですからね。満潮位、あ、これはですね伊勢湾台風の時はこの上までね水が来ましたよってことですね。もう何せここだって海抜0メートルですからね。
長島の町役場がなくなったことで、隣のね木曽岬町にある役場がね、あの断トツで、あ、向こうがちょうど快速列車来たね。ここは直線で高速でかっ飛ばしてくんで見応えありますね。あれ、JR の方でまだ時間余裕あるか、まだ15分ぐらいしか経ってないのか、まだ15分ぐらい時間があるけど、まあ北側は本当にそういうこと目立って寄る場所もないですからね。よいしょ、まあ、とりあえず長島駅取って、まあ無事紀伊長島駅からね長島駅にね来る方法ね、これでもね、毎日ね間違えて紀伊長島駅にね行ってしまった人がね多発してももう安心ですね。なんて安心なチャンネルなんでしょうね、もう本当にすごいね。じゃあここから新シリーズの方につなげます。ご視聴ありがとうございました。